皆さんこんにちは、白黒早くの水瀬いのりです。幼馴染が絶対に負けないラブコメ最終話のキーワードは好き、告白となっております。おさまけいよいよ最終回ということで、前回の話数ではマリアとのドキュメンタリーの撮影で、今回は黒羽との撮影ということで、黒羽と聖春のこれまでの歩みだったり、お互いのね、いろんな気持ちっていうものが多分交錯し合って、来たワンクールだと思うので、最終話でどんな風になるのか、そして熾烈なヒロインレースはどのように決着がつくのか、ぜひとも皆様最終話リアルタイムで楽しんでほしいです。私も黒羽をね演じる、このワンクールかけて演じてきた黒羽なので、第12話でどんな結末を迎えるのか非常に楽しみにしています。そんな最終話は6月30日に放送です。皆様お楽しみに。私だけが全ての春を見ていた。恋愛の相手として私は春が好き。この世にスーちゃんがいてくれてよかった。ママとお兄ちゃんは最強のパートナーなんです。告白の返事聞いていい？この関係は秘密だよ。もういいかい？